俺、自爆にかかりやすすいんですよ。えー、自爆か何か悪いことでもしたのっていうかかなり意味不明だしそんなのただの気の迷いなんじゃないあなたはそう思われますかね気の迷いであろうと何であろうがしばらくつけられていると実感しているこのしているという状態が 結構重要なんですねなぜならしている状態は頭だけではなく体も反応しているからそう実際に反応してるんですよまたまたロくちゃんちょっと大丈夫っすかなんか言動が逸脱してますよあ そうかもしれないですね。でもね、俺は自分が体感していることをただ言葉にしているだけでして、俺の中では俺の言っている通りなんですよ。ああ、ますます意味不明だな。なんかエセスピリチュアリストですかと、あなたは疑ったかもしれません。仕方がないですよ。 あなたが俺をあなたが俺が感じているのと全く同じように感じることはできない俺はあなたが感じているのを俺のことのように感じることができないどうなんでしょうこれももしかしたら一体化できたらあなたの感じていることを俺もわかるようになる日も来るかもですが今俺が言えることは あなたが感じていることがあなたの現実なんですよ。ということです。完全にロクちゃんやばい状況。ちょっと本当に大丈夫大丈夫です。まあ何が言いたいかって言いますと、あなたが目で見たり、耳で聞いたり、舌で、舌じゃないですね。ごめんなさい。鼻で匂ったり、 舌で味わったり手で触れたりというのはどうしてできるんでしょうか表現を変えますあなたが目で見たり耳で聞いたり鼻で匂ったり舌で味わったり,でったり手で触れたりするために必要なものって何でしょうかそう あなたの体です体があるからあなたはは感じられるそこままでで理解できますよね今回はとりあえず「見る」「聞く」「匂う」「味わう」「触れる」の五感というものを人間が持っているから言い換えるとあなたが体を持っているからそういった感覚を感じることができる。 まあそこまで問題ないでしょうか先へ進みますねその感覚を感じることができるあなたが体が何かを感じている信じられないかもしれないですがあなたの感じていることがあなたの現実と言えると思うんですよすべてはあなたが基準なんですよ あなたが見えているものがあなたが聞こえているものがあなたが嗅いでいる香りがあなたが味わっている味があなたが感じる感触があなたの現実なんです話が済まないので今回はこのまま流しますねですからあなたの 体が感じていることを、をそれを無視しないい。であげてくださいなぜならそれは何かのメッセージである可能性があるからですおスピリチュアルの世界へどんどん話が進みますねでもねもしあなたが五感をすべて感じないもので全知全能で思ったことすべてがかなってしまう神のような存在 そんな状態だったら、どうでしょう。苦悩、悲しみ、痛み、悔しさ、失望、憤り、枯渇感、嫉妬などのネガティブな感情、喜び、感動、幸せ感、充実感、 達成感ちょっと出てこないですがなどのポジティブな感じをそういうものを感じることができると思いますか多分無理ですよね自分が何も感じられない場合相手が なぜ、その感情を感じているのか、わからなくなってしまいませんかあ、そうそう、そうだよね。苦しいよね。とか、そうそう、あれ、嬉しいよね。とか、そういうのは感じられないんじゃないでしょうかネガティブもポジティブも、両方区別なく受け入れられると、 あなたから問題が消えます。問題が消えると感覚が鈍ります。人の気持ちがわからなくなります。コピーライターはお客さんの気持ちに寄り添う存在であるのかなって俺は思ってます。そのコピーライターがお客さんの気持ちを全く理解できない場合、どうでしょう 共感を得るる文章って書けるんでしょうかもっと言ってしまうと自分が欲しいと思わないものでもお客さんが欲しいと思っているものつまりお客さんの気持ちを理解することがコピーライターには必要になります話がだいぶそれてしまいましたが戻しますね、まあ、そもそも、まあ、呪縛ってどういうこと っていうふうに思うと思うんですけどそういえば俺呪縛の定義をきちんと知ってるのかなって思ったんでそう思って調べてみましたまじなをかけて動けないようにすること心理的に人の自由を奪うこと心理的な強制により自由を奪うこと例呪縛を解く何者かに呪縛されたような束縛感 うんなんかオカルトっぽいですね。呪、呪い、まじないをする。で、幕が縄をかけてくくるとか祝いつける、縛るっていう意味なんですよね。怖いですね。呪いで縛る。人を縛るんですよ。呪いで。無理やり、強引に、同意なしに、あなたがどう感じるかなんて、お構いなしに。 なんか嫌な気分がしませんかそういう呪縛ワードっていうのがあって多くは幼少期に親から口うるさく言われたあなたの気分が見えるような言葉人間社会の中で他の人の満足のためにあなたに対して投げかけられた言葉そういった言葉に傷ついた魂があなたに関係がない言葉に反応している そんなふうに思うんですよ。俺に関して言えば、すごい強気で、こうじないといけないと言われると、魂レベルで反感を感じます。気持ちが泣いてしまうんですよ。一気にやる気が失せてしまう。でもね、人によっては、その言葉で勇気をもらって頑張れる人もいる。 本当に不思議ですよね、まあ、そもそもなんでこんな話題になったのかというとその原因は x ジュニアコピーライター養成スクールの宿題なんです宿題では宿題じゃないごめんなさい授業では毎回宿題が出るんですがその宿題をしてほしいしていて激しい拒否感が出てきたんですよなんでか知らないけど体が嫌がるそんな感覚なんですけど これはもしかしたら幼少期のトラウマなのか俺が無意識で行動した時に周りから受けた拒否の再現なのか分かりませんもしかしたらそこに宝が潜んでいるそういうふうに今ふと思いましたが激しく抵抗を感じたんですね体が嫌がるです頭ではそれでもやらなきゃと思いつつ体とのバランスが取れないそんな状況です とは言っても宿題をやるんですけどこういう状況を仙人さんは居心地の悪い場所と表現しています自分にとって居心地の良い場所はリラックスできるし自由を感じるし非常にくつろげると思うんですよねでも一生そういう状態だとしたら頑張れば習得できるかもしれないけど正直簡単に得られないであろうスキルを もちろんあなたが心の底から欲しくて欲しくてたまらないそんなスキルなんですけどそういったものを居心地の良いぬるま湯のお風呂で得られるでしょうかどうでしょう一瞬触れるだけでも苦痛を感じる熱湯あてってなって防衛本能が働くと同時に何かがあなたの中に生まれませんかつまり何らかのインパクトのある刺激を受けることで人間の神経が発生するまあそういうことが言いたいんですけど 詳しくは次の機会に話しますので楽しみにしておいてくださいちなみにジュニアコピーライターの宿題はこんな感じでした自分が目指している市場についてのマインドマップを書いてみるこれが1ですね2自分が市場を持つとしたら何々する人を5人あげるでアポを取ってみるみたいな感じですねで3つ目1つの商品を決めて分解してみる ベネフィットは何か性質は重さは見た目は以上です。